皆さんこんにちは私は医学部精神神経科の三村と申します専門は老年精神学です私は KO グローバルリサーチインスティテュートの長寿クラスターの責任者をしておりますで我々のチームの主に取り組んでいるテーマは疫学研究を通じて今、超高齢社会の中で非常に大きな問題になっている認知症 そしてうつ病といった問題についていかにそれらを予防できるかといったようなことを考えております日本で三箇所の疫学研究をやっておりましてそれらを通じてこの問題を考えていますが主なトピックとしまして食と栄養運動そしてさまざまな これからの超高齢社会の中で重要性を増す生きがいいいあるいは幸福感といったようなものを考えておりますこれらを通じてこれらをプロモートしていくことで認知症あるいはうつ病の予防につなげられないかということで主な取りまとめは教室の新村講師を中心に非常にたくさんの職種の方に協力をいただいて進めております。 ご興味がありましたらぜひお声掛けください